効果音ってそもそもどの部分のことを、まあ、リズムゲーム中のタップ音、まあ、これ日本的に言うとこうタップ音って我々は言うんですけれども、まあ、SE の部分っていうところで言うなら結構いろんなパターンを試したり、ね、あとはその事前にあの体験版アプリっていうのを出してそこで音を試しに出てみて、あとお客さんの反応とか、あとまあ DJ の音というよりタップして気持ちいい音かどうかっていうところで結構微調整はしました、ね、そうですね。でこの質問に対するアンサーで言うと、実際に DJ がサンプリングなり、自分で作った音なりでは入っているものもありますし、既存のこう日本でいう音ゲー文化みたいなもの、音ゲー文脈みたいなものがある中で、そのユーザーさんたちが、耳なじみがいいようなタップ音みたいなものも意図的に入れたり、もしくはかなり、遊んでいただければ分かるんですが、SE も何種類か、コンフィグから選べるようになってますが、その中には比較的こうよくクラブで使われるような音であるとかっていうものも実際に、DJ に頼んで作ってもらったりとかっていうのを、まあ、ゲームと DJ のどっちもの文化をこうどちらもハイブリッドして作っていってるっていう感じだと思います。はい、まあ、そもそもクラブカスタマイズ相当うちはめれる場所があって、うん、いっぱいありますね、はい、で種類も相当あってなかなか多分他のゲームでこういうこと見ることはないと思うんですけども、まあ、ぶっちゃけで多分ここ僕よりも詳しく語れる人間がいると思うのでちょっと呼んでみましょうか。はい、呼んでみましょうか。村上先生を、はい、じゃあうちのリードゲームデザイナー村上くんです。よろしくお願いします。そうですね、例えば具体的にもう2年前の話にはなりますが、はい、あちらを向いて2年前になりますけど、ね、箇所とかってどうやって決めてきましたっけね。いろんなところに物を置きたいっていうのはあったんですけど、うん、あの複雑にしすぎるとちょっとユーザーさんが悩んじゃうってところがあったんで、まあ、ステージ上だと、4箇所に絞って、まあ、ある程度あの場所を絞った上で自由にアイテムを配置できるっていうふうにこだわりを、そうだね、はい、詰め込みましたね。あとまあ、あのレイヤーというか、奥行きとかも含めたときにあまり、こう、わかりづらいようにはならないようにはならないように。はい。かといって、こう、しょぼいところとかもないようにみたいなところで、まあ本当にこれ細かくやろうとすると、多分全部の場所に置けるとかなと、本当数十個とかになってしまうところを、こう、左右でワンセットずつとかっていう。でも最初もっといけつなかったよ、ね。最初もっとあの、位置とかも全部決められちゃってて、アイテムの。それがさすがにちょっとやりすぎかってのがあって、位置は固定で好きなものを選ぶって感じに、クォータービューっぽい時とかもありましたもんね。あ、最初ね、そう、自由にこの場所で、でそれを確かこれってやると正面からのものに作り直すみたいなのが最初の頃で、いらなくなったそう、だから結局ユーザーさんの手間とそれとはいえカスタマイズ性みたいなところで、そういう風に今の形になっていったっていうところですね。まあ、実際のクラブ的なレイアウトとかも当然参考にはしていますが、そこに関してはあくまでこうゲーム的というより、まあ本当に今のゲーム触っていただいている方だったらわかると思いますが、まあ、いろんな怪物が飛んだり、いろんな SD キャラが配置されたりとか、非常にもうそこは豊かに何でもやりましょうって形で作っていると思います。他なんかこのボツッターか、あとボツッターというかまだできてないところとしては、あのメドレーモードってあるんですけど、あの楽曲の何を流してるかによって、例えばモニターに流すムービーを変えるだとか、ね、VJ 的なアプローチ、状況に応じてこう表示するものを変えたりするのがまだあのアイデア段階から進んでないものがありますね。確かにそうだね。そう、うちはメドレー機能があるので、そこに合わせてその曲の時にはこの映像を流したいみたいな、実際の VJ 的なアプローチの機能を初めから入れたいなっていうところはありますが、技術的、容量的なところもあって、まだあんまり進めてないっていうところがね、はい、確かに。そうだ、ありましたね。はい。そんな感じ。これは、これでも最初なかったですもんね。最初はオートモードがなくて、体験版で、その、では、オートモードなしでプレイ。できて、まあ、体験はなかったですよね。で、体験版を出した時に、まあ、
よりたくさんの人に触ってもらいたいとか、あとはながらプレイをしてもらいたいっていう中で、まあ、ブシロードさんと話してオートモードを入れましょうと。そうですね、まあ、オートモードって実際、まあ、日本のリズムゲームですといくつかのゲームで採用されていたり、いくつかのゲームでは採用されなかったりっていうところもありますし、僕らとしても比較的開発の初期段階はこの質問してくれた方と同じように、いや音ゲーは遊んでなんぼだろうみたいなことは思ってたと思います。ただ、まあ、やっていくにつれてこうある種音楽プレイヤー的みたいなところで、気軽にそのゲームのミュージックを聴いてもらえるような状況を作れたらいいなみたいなところもあったり、あとこう日本人って非常にこう忙しい民族なので、移動中に音ゲーできないとか、皆さん見たことあるかわからないですけど、日本の朝の通勤電車なんていうのはとてもじゃないですけど満員でですね、こう座ってのゲームなんかできるような状況じゃなかったりするんですね。そういう比較的こう日本人の生活サイクル的にそういう機能があった方がいいっていうようなところもあったかなと思いますね。まあ、より多くの人に D4DJ っていうこの IP に触れてもらえる機会を作りたかったというようなのが最終的な落としどころだったような気がしますね。はい。でももう究極これしか考えてなかったですよね。そのプロトタイプを作ってる時に、うん、もう当然先のに出ているゲームとどう差別化してどうこう他と違うから遊んでみようと思ってもらうかっていうのがもうそもそものコンセプトの一番大きな場所だったような気がしますんで、そういう意味で言うと、もう変えることそのものが戦略というか、戦略上変えるしかなかったというか、というところでしたね。当然僕たちゲーム作っているクリエイターと呼ばれる人種ですが、その前にこうゲームファンであって、なんでこう他と同じことだったら他のゲームでいいよねっていうところも当然あったので、まずどうしようっていうところで言うなら、逆に先、何度もこれ多分出てくる話だと思いますけど、まあだって、ターンテーブルとフェーダーあれば絶対他と変わるよねっていう意味で言うと、多分迷いっていうのは多分なかったですし、戦略上意図的にそうしていこうというよりはもう DJ ゲームならスクラッチしたいよねっていうところ、ね、DJ ゲームかつ、スマートフォンのゲームっていう意味で言えば、当然こうゲーム好きな方だったら分かると思いますが、アーケードであればそういうものはあったりしますが、スマートフォンでそこを、ちゃんとフックアップするっていうところで言えば、勝手に差別化されるだろうなという方で、特にはそこに対してどうにかして他と違うことにしなきゃってことではなかったですよ。とにかくこいつをどう落とし込むかっていう方が非常に悩んでたところだと思いますね。あとはそうですね、実際の他のリズムゲームと違うところで言うと、まあ、プレイ中にエフェクトが流れるっていうのと、あとはメドレーモードで好きな曲を組み合わせて、メドレーは大きかったですね、つなげてプレイできるっていうのが、まあ、DJ をコンセプトにしたリズムゲームとして落とし込んで、なおかつ他のゲームとの差別化になったポイントです ね、 そうですね。4曲のメドレーは本当に他にないものかなと。これは実際遊んでみて試していただければ分かってもらえるんじゃないかなと思いますね。